遥か彼方の海王星。ウルトラ兄弟に倒された怪獣たちの悪霊が結集し、最強最悪の怪獣が誕生しようとしていた。頭はシーゴラス、腕はバラバ、胴体はベムスター。暴君怪獣タイラントの誕生である。パトロール中に異変に気づいたゾフィーは、地球に向かおうとするタイラントを阻止するため海王星に向かった。タイラントを倒せ。ミッション成功。